大阪市立天王寺商業高等学校は、大阪府大阪市天王寺区に所在した、市立の商業高等学校。通称、略称は、天称、商業系、学科2学科と英語科を併設した、専門高等学校であった。終戦直後の一時期は普通科や、家庭科も併設されていたが、短期間で廃止されている、7次元授業を導入し、 大阪市立大学や関西大学と広大連携も行っていた。1880年に五代友厚が大阪立ち売り堀に創立した大阪商業講習所がこの学校のルーツとなっている。学校では創立年を大阪商業講習所の後ろ身である大阪高等商業学校から大阪市立大阪講習商業学校が独立開校した1912年としていた。 創立100周年にもあたる2012年に、大阪市立市岡商業高等学校、大阪市立東商業高等学校と統合し、大学との7年一貫教育を視野に入れた高度な商業教育を行う大阪市立、大阪ビジネスフロンティア高等学校を、天王寺商業高等学校敷地に開設。これに伴い、天王寺商業高等学校は2012年度、 以降の新入生募集を停止し、最後の在校生が卒業した2014年3月をもって閉校となった。学校の源流は、1880年11月に、大阪、西区立売堀北通り3から17に設置された、大阪商業講習所に遡る。1881年7月に、大阪府に移管され、府立大阪商業講習所と称した。 1885年には、府立大阪商業学校へと改編された後、1889年の大阪市の発足に伴い、大阪市に移管され、大阪市立大阪商業学校となった。1892年には、大阪市北区道島浜通り2丁目に校舎を構えている。1901年には、市立大阪高等商業学校に改編され、 付属公主商業課を設置した。付属公主商業課が天王寺商業高等学校の直接的なルーツとなる。1909年に北の大課で道島校舎を消失した。江戸堀に仮校舎を設置した後、1912年5月に大阪市南区天王寺からすがつ町の現在地に移転している。大阪商業公衆所及び 大阪商科大学も参照大阪市会は1912年2月、私立大阪高等商業学校から付属公主商業科を分離し、大阪市立大阪公主商業学校を設置する決議を行った。大阪商業学校は高等商業学校内に併設されることになった。1912年3月19日付文部省。 国時代75及び1912年3月30日付、大阪市国時代35号により設置が認可され、1912年4月1日付で、大阪市立大阪公主商業学校が開校した。当初は3年生だった。1917年には、余科2年、本科3年の5年生へ改編されている。1918年4月には新校舎が落成した。大阪市立。 第二商業学校の開校に伴い、1919年4月に大阪市立第一商業学校へ改称した。1921年6月には大阪市立天皇寺商業学校へ改編され、余暇を廃止して、本科5年生となった。1934年9月21日の室戸台風では校舎に被害を受けている。太平洋戦争中には戦時政策により、 全国の商業学校は1944年工業学校への転換を命じられた。しかし、天王寺商業学校については工業学校への転換を行わずに商業学校として存続した。また1944年には勤労動員も開始され、生徒は近隣の工場へと動員された。1945年6月の大阪大空襲により校舎を全焼した。 被災直後に、幾野区、勝山国民学校に移転し、さらに終戦後の1945年11月には、南区河原山地、金王国民学校に移転した。水戸女子商業学校跡地、太平洋戦争中の戦時政策により、大半の商業学校が工業学校へと転換されたことを受け、大阪市では女子商業学校増設を実施して、戦争体制に備える策を取った。 校舎を新設する余裕はなかったため、既存の国民学校を近隣校に統合させる形で廃校にして、空いた校舎を女子商業学校として転用する策を取った。そのうちの一校として、南区、水戸国民学校を廃校にして、校舎を転用し、1944年に水戸女子商業学校を開設した。水戸女子商業学校は、南区西清水町にあった。 学生改革により、1947年には、併設中学校を設置し、旧正商業学校2年3年の生徒を新生中学校へと移行した。ついで1948年には、新生高等学校制度の発足により、大阪市立天皇寺商業高等学校となった。大阪市では、市立の旧正中等教育学校について、 形式上すべて新生高等学校へと移行させるが、合併などによって整理するとしていた。1944年に創立した大阪市立水戸女子商業学校は、形式上大阪市立水戸商業高等学校となった。新生高等学校では男女教学を実施することにしていた。大阪府では、近隣校の生徒交流での教学化を軸にしながらも、 男子学校と女子学校を合併する方式及び入学試験で男女教学として募集する方式も適宜採用された。旧制男子商業学校だった天王寺商業高等学校では女子校だった水戸商業高等学校との合併で男女教学を実施することになった。1948年に金王校舎で天王寺商業を 三戸商業の二校同居が始まり、1948年10月に三戸商業の女子生徒を天皇寺商業に編入することで事実上二校が合併した。書類上は1951年に正式に三戸商業高等学校を廃止、合併している。三戸女子商業学校跡地は大阪市立南中学校となったが、南中学校は1986年に 別の場所に移転している。跡地にはビッグステップが建設されている。新生高等学校として発足した当初は商業化のほか普通化家,家庭化を併設する総合性家庭を取った。しかし普通化家,家庭化は2年後の1951年に募集を停止し、在校生が卒業した1953年3月、限りで廃止されている。 大阪大空襲による校舎消失のため、1945年以降、南区、金王小学校の仮校舎で授業を行っていた。1950年代になりカラスが、辻の現在地での校舎再建工事が行われ、1958年に現在地へと移転している。1990年には、情報システム化を新設し、また1997年には、 英語化を新設している。大阪市教育委員会は2004年、大学や産業界と連携して、高度な専門性を持つ商業人の育成や、高校、大学の7年間を見据えた、商業教育などを行う新しいタイプの私立商業高等学校を、既存校の統廃合で設置する構想を発表した。2004年の時点では、具体的な統廃合対象校については未定の、 状態だった。大阪市教育委員会は2007年6月、新商業高等学校の開校計画時期を発表。新商業高校は既存の大阪市立天王寺商業高等学校、大阪市立市岡商業高等学校、大阪市立東商業高等学校の3校を統合して、従来の天王寺商業高等学校の場所に、 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校として2012年4月の開校を目指すとした2012年に新商業高校の新校舎が完成した大阪ビジネスフロンティア高等学校の設置準備に伴い英語化は2010年度から商業化情報システム化は2012年度からいずれも募集停止となった2012年度から一岡商業高等学校 東商業高等学校の在校生も、新商業高校内の新校舎に移転し、新商業高校、天王寺商業高等学校とともに、新商業高等学校の校舎の教養を開始した。ありがとうございます。